今回の動画は経験者が語るバンクーバー留学第3弾。第1弾と第2弾に関しましてはすでに配信済みですので、まだチェックしてないよっていう方がいらっしゃったらぜひチェックしてみてください。では Let's start。 これ聞きたい。なんかカナダに行ってバンクーバーに行ってびっくりしたこととかある？びっくりしたこと？うん、でもやっぱり安全とは聞いてたけど、うん、言って海外やし、うん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 、最初はすごい気をつけて、電車とかやっぱ自分の荷物とか気をつけてたけど、でも思った以上に緩すぎて、うんうん、警戒感はほぼほぼ持ってなかったかも。確かに。そのギャップはすごいあるかな。うん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 。海外やからって気張ってたけど、あれ意外と安全やんみたいな。すごい、何にも被害合わへんかったし。私もないかも。驚いたことか。ホームレスはやっぱ多い。ホームレスだったよな。ホームレスはに驚かされたことはやっぱいっぱいあって。うん、同じく。働いてた時とかは、うんうん、カフェで働いてて、うんうん、だいたいレジ横にじゃあチップじゃあ、うんうん、電話とか置いてあるんやけど、うんうんうん、一緒にさーって取っていく。それやばいよな。びっくりした。なんか隙を狙ってちょっとやっぱみんなが忙しいみたいな時に、うんうん、うわっ、ガッサーってこうガンっていく感じ。紐で、いや紐で繋いでるんやけど、やっぱ開いてるからさ、こう出せるやん。あーとかピチャーって持っていかれたりとか。それほんまに怖いよな。もう私オーバーナイトで深夜に働いてた時とかはほんまにビビる。え、だって一人とか二人とかじゃない？働いてる人。私入れて二人で、私がレジ付近の掃除をしてる時に急に来て、わーさーって出して帰っていった、来られた時は、まあ、それが初めて取られた時で、うんうん、びっくりしすぎて、もう。ただ眺めてた。そうやんな。え、まさかと思うもんな。何と思って何も言えない。確かに。私バイト先はなかった。私キッチンやったから。しかも私たちのとこさ、うん、もう現金扱わへんくって、もうクレジットとかデビットでしか支払いができひんかったから。いいの。そうそう、そういうのはなかったけど、なんかティム・ホートン行ったらさ、うん、ホームレスの人絶対入ってくるやんか、ティム・ホートンに。なぜかみんなお金とかこう街中でこうお願いしますって言ってもらったやつを、それでなんかコーヒー買ったりとか、うん、でも一回さ、あれ水木通った時じゃなかった？あ、違うかな。おばさんやったっけ。でもなんかうる来てた、席を回ってた時は。なんかまあ頻繁にホームレスの人らってこう席を回ってください、お金くださいとか、その食べ物くださいって言うんやけど、あ、じゃあ違うかも。他の人通るときに、私さ、まだ飲みかけやで、飲みかけててこれぐらい残ってって飲み物が、うんうん、そしたらなんかおじさんやってんけど、ホームレスのおじさんがなんか近づいてきたなと思って、あ、またごめんなさいって言わなあかんなって思ってたら、うわーんって私のさ、コーヒーがさ、もう飲まんやろみたいな感じで、いやちょっと待って、飲むと思って、そう、なんか捕まれたことあって一回。怖すぎ。え、そう、私もだからその時は本当に日本語でちょっと罵った。やめてよみたいな。でもやっぱ狙ってるホームレスはいる。いるよな。私もドリンクとか作って渡すところで、明らかにその対角線上にホームレスがずっとあって、うん、でも4って大体、まあ、ラテとかだラテって言って置いとくんやけど、うんうん、置いてたら絶対かっさらっていくなと思って、ひたすら持ちながら呼び続けて、ラテだったラテだったって手渡しとか、気をつけなあかんとかある。そうやんな、やっぱ隙を見てやっぱりこうスンってこうと人のものでもやっぱりシュンって取っちゃうから、あの人たちは。みんながみんなそうじゃないけど、うんうん、そう、結構そのアグレッシブなホームレスの人がさおったからびっくりした。ほんまにえっと思って。いるな。
そう、せめて聞いてと思った。なんか、うん、まだ飲むとか言って飲みたいって言ってこうあげるんやったらまだわかるけど、うわってこう本当になんかそうってこうなんか近づいてきたなっていうのが分かってて、スンってこうやろうねってうわーってなって、ちょっと飲んでるってやめてって日本語で言ったか、うん、やっぱ身の危険を感じるところっていうのはやっぱちょっと多い時かな、ホームレスの人とか。そうやな、かなり積極的やんな、こっちのホームレスの人は。あとはでもやっぱり、まあ、ドラッグちょっと前か、ちょっとほんまにハイなんやろうなみたいな人とか。うまくスルーするからっていうのは、そうそう、身につけないと危ないよっていうのはある、うん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 、そうやんな。確かに危険な面はそういうとこやんな、きっとホームレスの人とかやっぱジャンキーやんな、ドラッグ中毒の人たちがな、うんうん、ちょっとあのこう積極的すぎる時があるからそれをどううまくかわすかが普通にみんなフレンドリーっていうのはあるから、うん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 、やっぱそういう危険な人じゃなくてやっぱ普通のやっぱ散歩中の人とかうんうん、で食べるみたいなんとか、もちろんバスで隣になってなんかちょっと喋るとかは全然あるけど、やっぱその喋ってて愛してて大丈夫かみたいなとか、うんうんうん、見極めないとそう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 本当にあやばい人って気づくのが遅かったらもうちょっと危ない目にあったりとかするかもしれないな。え、なんかアジア人差別とかあったことある？私はないんやけど、でも気づいてないだけかなっていうのはやっぱ思ったりもするけど、うんうんうん、そうやん、なんかアジア人差別私も全然受けんくって、っていうのも多分私体でかいから怖いんやと思う。なんか狙われてる子って、なんか私が聞いた子、コロナがやっぱ流行しだした時に私はカナダにおったから、その時やっぱなんかちょっとアジア人は帰れて、なんかやっぱり細い路地とかに入って人気がないとこ通ったりすると、うん、そうやって言われたりした子がおるっていうのは聞いたけど、でもみんなやっぱちっちゃくて可愛らしい小柄な子、なんか多分言いやすい人狙って言ってんやろなっていうのは思う、だからなんか私が思ったら堂々となんか、うん、なんか大きく見せて歩くことって大事やなって思う。あるかもね。でもやっぱそういうなんか堂々と歩くみたいなのは大事かな。大事よな。変に狙われやすいかもね。なんかすごいキョロキョロしてるとか、うんうん、そういうのはなんかいかにもなんか何やろ、慣れてなくてなんか今来ましたてですみたいな出すと変なナンパの人に捕まったりとか多分、うんうん、するね、うんうん、アジア系としてのやっぱメリットとしては印象としてなんか真面目とか、うん、なんかルール守るとか、うん、そういう辺は最初から好印象として持ってもらえてるから、うん、仕事にしろ家にしろ、うん、結構優遇じゃないけど、やっぱ日本人限定とかアジア人限定とかみたいなとこもいっぱいあったし、うんうんうん、仕事もしっかり働くっていうのがよく分かってるから、結構アジア系の人たちを取ってるみたいな仕事場とかもいっぱいあったし、その辺は良かったかな、うん、確かに。え、仕事探しはさ JP でした？ JP カナダ仕事探しは JP も見てたし、でも歩き回ってたかな、歩いてハイヤーのチラシを見てレジュメドロップしてみたり、最終的に働いてたとこは友達が、まあ、何個か店舗あって、その店舗の一つで働いてて、うん、で結構いいよっていうおすすめをされて、うん、カフェのサイトに行って、うん、ハイアリン
ファイヤーの、まあ、メッセメールかアドレス宛てにメールを書いて、うん、自分の履歴書を貼って送って、うん、で、まあ、その流れで普通に面談もして、うんうん、受かったみたいな感じかな。うんうん、私は JP カナダでした。あの配り歩きもしたし、JP カナダでもして、うん、私が最終的に働いたのはところは JP カナダでメッセージ送って面接来てくださいみたいな、レジュメ送って面接来てくださいみたいな感じでそれで雇ってもらったけど、カフェやな、うん、水木のとこはカフェ、うんうん、ずっとそこ一本で働いてたんやっけ。私も一本、あ一本か、うんうん、ダブルワークなんていうんやったっけ、うん、うん、ダブルワーク、もう一個ぐらい働きたいなと思ってたけど結局そのカフェが良すぎて楽しい、うん、1本やったかな、うんうんうん、そうやな。24時間営業やったし、うん、シフトも例じゃなくてバラバラやったから、うん、その関連やりやっぱ探せへんっていうのもあったけど、うん、結局1本でよかったかな、うんうん、私も1本1本で十分あの暮らせたというかお給料がすごい良かったからそう、だからやっぱりそのお給料面で言うとやっぱりお金ガツガツ稼ぎたいっていうんやったらやっぱレストランに行った方が絶対いいな。ジャパニーズとかチップの量が全然違うし、ほんまにもうチップで払えちゃってたから家賃がチップですかみたいな。いやほんまにそのびっくりして私もなんか2週間おきにお給料って あったやんな。はい、うん、そう、それで2週間おきにちゃんとチップもそれ2週間おきにくれて、いやほんと最高1ヶ月のチップ600ドルとかあったもんね。大変や、うん、だからうーわーと思って。私のとこは時給がとにかく良かったから、うん、いくらやったっけ、マックス14ちょいとかあったかな。あそっか、でも水木が帰ってから時給上がったんよ、バンクーバー最低賃金。だから私も14とかやったかな。うん、だからどんどん上がり、そう、どんどんこれから上がっていく一方やから、うんうんうん、カナダいいのよ。いいよね。カフェって、基本的には時給が低いのよ。そうね。うんうんうん、チップもカフェってあんまみんな払ってくれへんし、うん、その面で言うと私のカフェは、完全に当たり、時給名は確かにカフェ低いイメージがあった、仕事探しして、うん、カフェの時給ではないよね。また深夜はそれにプラス上乗せもしてくれるし最高やった。マホンとこはやっぱジャパレスやから英語使う頻度とかはどうやった、うん、そう、私も最初その英語全然使うんやろなと思って、まあまあまあでも今マシューもおるからそっちで英語を教えてもらったらいいかっていう気持ちで、うんうん、ジャパレスにしたんやけど、なんか私は一応その新店舗オープンのオープニングスタッフとして入る予定やってんけど、うんうん、コロナでそれが全然なんか開かへんくって別店舗で研修をさせてもらって、うん、メトロタウンの近くやねんけどそこで最初研修をさせてもらった時はほぼ日本人で周りも、だから、うんうん、あやっぱりジャパレスってこんな感じなんやなって思っててんけど、うんうん、その後に1回あのロックダウン全部閉まってしまって、うんうん、で再開するってなった時にその私ダウンタウンの店舗で働くことになって、うんうん、研修がまたそこでスタートしますって言われて、そっちに行ったらもうめっちゃ外国人の割合が結構高くって、うんうん、そうだから結局なんか最終的に聞かれてもうダウンタウンでこのまま働くか新店舗の方で働くのどっちがいいって聞かれて、もう私ここでもう慣れたし、もうここで働きたいって言ってしたらもう本当にサーバーの人も結構なんか外国人と日本人の割合が半々ぐらいやったし、私はキッチンでその私のバディがインド人の人やったからそうそうそう大変やったけど、私は教育そう教育担当もしたけど、うんうん、その時もなんかインド人インドネシア人とか、うんうんうん、日本人に教えることもあったけど外国人に教えることも結構あって、うんうんうん、でマネージャーが外国人やったから、う
そう外国の人やったから英語でずっとマネージャーとも話は英語だし、そうキッチンリーダーは日本人の人やったけど、その人も英語ペラペラやったから、結構だから英語を喋ることが多かったかな。いいよね。でもね、やっぱりせっかく海外にいるんやから、うん、できるだけ英語使える環境にを選んだ方がいいなっていうのはやっぱり思うかな。確かに特に真帆はやっぱり彼氏カナディアンやし、喋れる場所っていうのは確保できるけど、まあ、彼氏いないにしろ周りが日本人の環境、ルームシェアとかもやっぱアジアばっかりやしみたいな時は、できるだけやっぱ働く場所とか、まあ、どっかしら家とか、まあ、どこか一箇所は英語喋れるとこにいないと、うん、学校卒業しちゃうとほんまに喋らへんからもう一気にこうなった時期があった。やっぱり落ちちゃうから、学校やとやっぱアカデミックやから、ディスカッションとかもいろんな単語いっぱい使うし、すごいボキャブラリーとかも増えていいんやけど、出ちゃうとやっぱ普通の日常会話だけになっちゃうから、簡単なことしか喋らなくなるよね。あ、そう。だからどっかしらで自分で確保しないと、いくらカナダにいてもどんどん英語力が下がってしまうっていうのはすごい感じた。確かに学校行ったのが無駄になっちゃうっていうか、そういうのはでも感じたかもしれない。ジャパレスでもサーバーやったお客さんが、コミュニケーションが英語やからいいかなと思ったけど、ただ私がキッチンにした理由はお給料も高くて、私まあ料理好きやっていうのとあって、まあでも私の場合なんかそこの私が働いてたレストランは育ってきたらサーバーもやらせてくれたから、私もサーバーをやってる時もあって、サーバーやりながら忙しくなったらキッチン入って、またサーバーちょっと外が今あれやからサーバー行ってって言われたりとか、そうだからそれめっちゃ楽しかった。サーバーちょっとだけするから、ずっとサーバーじゃないから、こうなんかはいとか言って、 How are you? とか言ってなんかあれは楽しかった。接客やっぱ楽しい。そうそうそう、お客さんから直接なんか美味しかったありがとうとか、なんかあなたの接客素敵だわとか言ってもらったりとか、あるすごい、ああいうのが嬉しかっためっちゃ嬉しいよね。カフェやからさ、そんな忙しい時とかも流れ作業で、レストランとか違ってサーバーとはいえそんなに喋ったりとか、一人のお客さんに対して長く喋ったりとかはしいけど、でも短い中でもやっぱり君の接客すごくいいねとか言って、このチップのジャーじゃなくて君のポケットにしまいなさいって言ってすごい渡されるしそれめっちゃいい、それいいよな。何回か結構直接これは君にだよって言って渡してくれる時とかはこうあって、これだと思いつつ、そうでもカメラとかがあるからなんかチップじゃなくて、そっかそっか、って言って気持ちだけって、そうカフェってそういうのはいいよな。私もいいなってそういうの思ってた。暇やったら全然喋れるし、うん、やっぱどういうおすすめとかの中流れとかで、この後どこ行くのとか普通に喋るから全然話弾むし、そういうのすごいやっぱ楽しいかな、接客は。そうやんな、なんか日本と違うのはやっぱそうやって普通に会話がさ始まるっていうかさ。そうだって日本でそんな人気持ち悪いやん、なんか確かに、いやどこ行くのとか何買ったんですかとかさ確かにこれ美味しいですよとかさ、絶対もうなんかえってなるわちょっとなんかえなんか過剰セクみたいな感じになっちゃうよな。そういうのは絶対やっぱ日本ではないなって思う、なんか見知らぬ人と急に話し始めるとかはないもんみんな警戒するもんな、えってまず聞いてないって感じそうやんな、日本やったらそうなるもんな、みんなそういうの全然ないよね。なんかすごいやっぱ、ただ頼むだけって言ってもすごいアイコンタクトとかなんか、お願いみたいなのはすごい感じる、結構日本で仕事とかしてると、そういうのも堅苦しくなっちゃうんやけど、
こういう堅苦しさとかが一切ないから、そうやな、もう結構ノリで行く、うん、よな。なんか日本ってやっぱりさ、こう敬語でさ、こうお客様が神様みたいになってるから硬くなっちゃうけど、もうマニュアルで固められてるから日本が、うん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 、なんかこう聞かれたらもうこれとこれとこれみたいなのがあるから、うんうん、けどそんなんがないから完全に自分の好みでいやなこれやとかうん、うん、いやほんまになんか自由やったなって思う。接客も働くことに関してはもう完全にカナダが良かったうん、わかる。もう全然違うよな、なんか精神的ストレスが違ったか。普通に忙しい時とかはさ、とかうまくコミュニケーション取れてない時とかはやっぱり度合いは違うけど、やっぱ英語で頑張らなあかんし、その辺のしんどさとかはあるけど、うんうん、まあ、基本的にはやっぱり楽しい楽しかった。私も働いててしんどかったけど、うんうん、変な面はたくさんあったけど、でも総合的に言ったらやっぱ8時間だけやし、基本的には、うん、そう、オーバータイムしたらちゃんとそこもまたアップで払ってくれるし、オーバータイムの部分もそう手当てにくし、手当てになるし、で残業って基本なかったよな。はい、帰れって言われる。いやな、帰ってみたいな。うんうんうん、そう、残業させないスタイルすごいいいよね。いいよな。日本なんてもう私働いてた時毎日残業やったもん。定時5時とかも帰れたことない、幻って思って。わかるけどね、実際やっぱりカナダでも企業に勤めるとか本当にオフィスワークするとかだった時はどんなもんかっていうのは全然わからへんけど、うんうんうん、普通にワーキングホリデーでそうやって飲食店とか居酒屋とかで働く分には絶対時間残業とかでないと思う。ないよな。私も朝のさ8時とか出勤やったから、うん、仕込みで、だからもう終わるのが3時4時とかやったから、うん、もうめっちゃ楽やった。家帰ってゆっくりできるのが。最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。次回の動画にはマシューも出ますので、また楽しみに待っていてくださればなと思います。では、 Thank you for watching. See you in the next video. Bye!